アルファラバルのカーブフローやオメガポートフレックスフローは熱交換器の汚れの低減や効率性を向上させサステテナビリティに貢献しますプレート式熱交換器の課題克服のために開発された当社独自の機能です熱交換器の課題の一つにチャンネル内の流れを均一に分配すすることがあります問題は流体は常に最短距離を進み迂回しないという点にあります 分配パターンの設計が悪ければ、デッドスポットが生じ、流れの停滞により汚れが発生します。アルファラバルの独自設計であるカーブフローでは、流路の距離に関かかわらず、A 地点から B 地点までの流体抵抗を均一化できます。チャンネル内全体に均等に分配することで、汚れの最小化、 稼働時間の延長を実現し、運用、保守のコスト削減につながります。また、分配パターンの設計が悪ければ、利用可能な表面を十分に活用できず、熱伝達率も下がります。同様に、熱交換器内部での流動様式の形成において、隣接するチャンネルの流動と重ならないため、熱伝達率が下がります。つまり、 ポンピングのエネルギーや資源に無駄が生じるのです。カーブフローではポンピング力が有効活用され、効率的な熱伝達が可能となり、サステナビリティにもつながります。2つ目の課題は、使用圧力の最適化です。ポート内での損失を最小限に抑え、チャンネル内での圧力を最大限活用し、熱伝達を効率化することが理想です。 この課題はオメガポートで解決できます。非円形のポート穴により、流動スペースが広がって分配が改善するため、運用コストが下がり、サステナビリティに貢献します。圧力を生み出すにはコストがかかります。オメガポートはポンプ圧力の分配を改善します。ポート全体の圧力を下げ、圧力を無駄なく使うことで、熱伝達を効率化するのです。 カーブフローとオメガポートがあれば、イラストのように水が全体に行き渡ります。隣接する畑の2つの農家に例えれば、いずれも同量の灌漑用水により十分な収穫が得られるという優れた結果がもたらされます。3つ目の課題は対象チャンネルを使った異なる流量への対処です。流量が少ない流体は流れるのが遅く、 堆積物が蓄積して汚れの原因となるため、異なる流量には異なるサイズのチャンネルを使い、汚れを最小限に抑える必要があります。フレックスフローがこれを解決します。異なる流量に対して非対称チャンネルを使うことで、両チャンネルをより長く綺麗に保つことができます。フレックスフローはコスト削減も可能にします。流量が異なる場合、 流量が少ない方に狭いチャンネルを使用します。流量が同じで片方の流体で汚れが生じやすい場合、汚れ流体には狭いチャンネルを使用します。海水や冷却灯水などです。オイルの冷却といった粘性流体を扱う場合、オイルに広いチャンネルを使用します。小川に流れる水に例えることで、この利点をわかりやすく説明できます。冬は流量が多く、川床は綺麗です。 しかし、夏は流量が減り、流速が低下するため、ゴミが溜まります。フレックスフローで異なる流量に対し、適切なサイズのチャンネル設定をすれば、汚れを最小限に抑え、サステナビリティに貢献できます。詳細情報や運用、保守コストの削減方法については、αlabar.jp をご覧いただくか、直接お問い合わせください。α ファラバルの独自の機能が、 効率性の向上や汚れの低減にいかに貢献しコスト削減や環境保護につながるかをご紹介いたします。